よろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、質問に入らさせていただきます。 SNS、 絶対 SNS、 Twitter、YouTube、インスタ、この3つを徹底的にやるやろうね。学生になったら、俺がもう今大学生になったらもうすぐやるって決めてんねん。そんだけビジネスにすごくプラスになる。言ったら影響力があること自体に付加価値があるから、うちの会社に入るとするやんか。でフォロワーが例えば50万人100万人いてますと、じゃあトゥモローゲート入社した、一緒に働きませんかって一言つぶやくだけで何百人何千人って人が来てくれるからさ、会社としてはむちゃくちゃ大きい広告効果やんか。例えばその子がパソコン買っちゃいましたみたいな写真をポチって撮るだけでさ、このパソコンが飛ぶように売れるわけよ。でそれっていうのはむちゃくちゃこう会社にとって大きな価値があってさ、若い会社であればあるほど重宝されると思う。大手企業とかだったらね、もう今逆の発想なんで、SNS とかもやめとけみたいな。俺正直ナンセンスやと思ってるから、なんかあんま変わってないんかなと思っててさ、俺が思ってた時とめんどくさいしさ、行きたくないしさ、面白くないしさ、常識臭いしみたいな、そんなイメージじゃんサラリーマンって。一言で言ったら面白くないと、できれば働きたくないみたいな。俺らの時もそうやったけどね、俺自身がそういうイメージだったから全然面白くないなっていう、毎日満員電車に揺られてスーツ着て毎日同じこう繰り返しみたいな、そんなイメージだったんで、って考えるとそんなにその大きくイメージって変わってないんかなみたいな。でこれ環境の問題が結構大きいと思っててさ、社会とかビジネスマンとかにさ触れる機会ってほぼないやんか。もっと早くからこう触れるべきかな。学生にやれよって言いたいわけじゃなく、そういう環境を社会として作っていかないと。言ったら今もう3年で3割以上辞めちゃうねんか、新卒の学生さんって。でこれなんでかって言ったらギャップがあるから、そこ変えたいなと思うよね。だから小学生向けにインターンシップやったりとか。就活始まって大学の先生になろうかなと思って、で就活やってなかったんやんか。けどいろいろ事情があって大学4年の10月ぐらいに仕事しなきゃいけないってなって、お金の問題ね、仕事しなきゃいけないってなって、初めて就職活動っていうか企業をちょっと見出したんだけど、でその時にいろんな会社を見てる中でクソつまんないなと思って、じゃあそのさっき言ったようなこう会社のイメージと180度違う会社を作ろうと思って起業しようと思った。いきなり明日から起業してって言われてもさ難しいじゃん。俺何も経験なかったからさビジネス。じゃあその起業ができるための会社に入ろうと思って入ったのが、たまたま人材のコンサル会社。リクルート関連の会社ってこう独立する人がめっちゃ多いんやんか。起業する条件揃ってるんで全部揃ってるからみんな独立しやすいんだけど、だからもうどういう志があって人材のコンサル会社入ったんですかとか、どういう夢があってとか思いがあって人材コンサル会社入ったんですかって言われるんだけど、正直何でもよかったやんか。条件は起業できる力が身につくっていう、もうこれだけ。これが身につけば何でもよかった。今考えたらめっちゃ運良かったなと思ってて、会社経営する上でさ人っても切っても切り離せんから、そこの部分に新卒で勤めた会社でどっぷり学べたっていうところは今の経営にもむちゃくちゃ生きてるし、むちゃくちゃラッキーやったなって。コミュニケーション力を上げたい、聞く力をつけたいんやったらたくさん人の話を聞くべきやし、たくさんいろんな人と話をするべきやし、それをずっと繰り返す。俺もむっちゃ上がり症やったからさ、人の前に出て喋るとかってめちゃくちゃ苦手やったやんか。緊張しいやしで若干きつ音持ちやからさ、早口やんか俺結構。きつ音症ってちょっとどもったりすんねんか、わわわわみたいな感じで。でもなんかそれもなんとかこう克服したいなみたいなところがあって、人前に出てプレゼンをするようなことを社会人1年目からこうやってて、それだったらしんどい選択やんか。でもそれを繰り返すことによってやっぱ慣れていくから、考えなくても体が反応するけんね。スポーツもそうやし手に反応するやんか。卓球になっちゃったけど例えばもう大学生やとするやんか。そしたらいろいろ授業あるやん。じゃあコミュニケーション、聞く力とか話す力もっともっと経験したい、場数踏みたいっていうんだったら、そうやったらもう授業のたびにさ後ろの人とか隣の人に声かけてさ話をしたらそれで成立するわけとか普通せえへんやろ。でもあえて友達に「今日ごめん俺別のとこ座るわ」という形で別のとこ座って全然知らない人たちの周りに行って。でその周りの人とコミュニケーションを取ってみるとか、これ勇気がいることやねんけど一歩踏み出すって。でも意外とね一歩踏み出してしまったらなんじゃないよこんなもんかみたいな。でもこれをさ逆に考えてみてよ。一回より考えてみて。めっちゃチャンスじゃん。だってみんなせえへんわけやんか。分かってるのに、分かってるのにせえへんから差がついていくわけやんか。やる人とやらない人で。これさみんな分かっててみんなやりだしたらさ置いてかれるだけやけどね。めっちゃしんどいやん。そういった意味ではめちゃくちゃラッキーやしチャンスやし、じゃあそのチャンスをどう生かすんかっていうのがみんなが選択できるわけやからさ、あとはみんなが将来こうなりたいああなりたいっていうイメージとそれに合うような判断決断っていうのをしていかなきゃいけないかな。もっと社会と関わってほしいっていうのが、あるかな。ずっと言ってること同じやねんけどさ、若いうちからもっと大人とか社会人とかと触れ合うことによっていろいろこう気づき発見が出てくると思うからさ、その中から夢とか目標とかこういうことやりたいっていうのは見えてくると思うし、それ漠然としてでいいと思うよね最初は。俺もそうやったからさ大学生の時ってとりあえずなんか面白い会社作りたいってすっごい漠然としてるやん。何やりたいかも決まってなかったし、具体的に何するかも全然決めてなかったしさ、そういった意味だと全然漠然とでいいと思うやんか。面接官とかをさ、ビジョンなんですかとか聞いてきたりとかさ、具体的なそのプロセスを教えてくださいとか言うけど、逆に聞いてやって、お前のビジョンなんやねんって絶対答えられんけん、とりあえず聞いてるだけやけん。堂々と自信を持ってね、その漠然とした夢を言ったらいいんよ。おもろい会社作りたいんですって、僕はこの会社でこういうことがやりたいんですっていうその思いが伝われば、何を言うかよりも結構どう言うかってすごく大事でさ、やっぱね、俺が一緒に仕事したいなと思う子は、どんだけ頭いい子っていうよりも、なんかこいつと話してたら面白いなとか、熱いなとか、なんか新しいこと生まれそうやなっていう、そっちのこうワクワク感とか期待感の方が強いからさ、だからそういった意味でも一個でも今日の盗んでもらえたら嬉しいなって思うし、まずそこからスタートしてみてはいかがでしょうか。カメラ目線